東京大学教育学部付属中等教育学校は東京都中野区南台一丁目にある国立中等教育学校。東京大学教育学部付属の中高一貫校である東京大学中野キャンパスに所在する。本校の起源は旧制東京高等学校尋常化3年に新たに尋常化1、2年生を募集して1948年に発足した。 東大附属学校である。翌年、東京大学に教育学部が創設され、同附属学校は1951年、東京大学教育学部附属中学校、高等学校が正式名称となった。その後、2000年4月1日に、中等教育学校に移行し、旧中学校を前期課程、旧高等学校を後期課程とし、学年は、高1高2高3が、 それぞれ4年5年6年となった。学期は大学と同様の2学期制であり、4から9月が前期、10から3月が後期となっている。東京大学教育学部の研究学校として、中高一貫校の研究、総合学習の実践研究、創生児生徒の研究など、教育学研究も行われている。特に中東教育機関における創生児研究は、 世界的にも珍しい。そのため入学検査には、創生自枠があり、毎年一組から10組程度が入学しているのうち男子20名以内、女子20名以内が創生自枠。未来に開く事故の確率全期生後期生ともに制服がなく、私服登校ができる。全期生の私服化は75回生から実施されたものである。ただし、 式展示の服装規定あり。なお、高速では以下のような規定がある。バッジを必ず左襟につけること。周りの人々に不快感を与えない清潔な服装であること。学校の生活に適した機能的で安全な服装であること。いたずらに流行を追わず、過敏でない服装であること。銀南祭は東京大学。 教育学部附属中等教育学校の文化祭であり、毎年10月に開かれる。主催は、銀南祭実行委員会である。銀南祭実行委員会は5年生と4年生と3年生の7名が、銀南祭実行委員会委員長によって幹部に任命される。また、委員長は立候補生となっており、生徒会長との面接により決定される。2013年度からは、 体育館で行われている。令和元年6月19日の総務委員会で文化行事臨時委員会が設置された。以上22の部活動がある。陸上部は数多くの成績を残している。そして最近は卓球部も全国大会進出など競合校の一つとなっている。さらに剣道部は厳しい指導で有名である。東京大学中のキャンパス内にある。 東京大学海洋研究所が所在していたが、2010年4月に、柏キャンパスに転倒合をした。ありがとうございます。